いざ小ざいぞ。さあ今回はですね、 FC 琉球と鹿児島ユナイテッド FC の試合が7月の3日に、県総合陸上競技場で行われます。行われますか。どんどん、ね、強くなってほしいんですよ、 FC 琉球には。そうだね、やっぱりそれには県民の声が必要なんですよ、うん、皆さんの応援が必要です。そうなんですよ、うん、もうね、僕ももう出ちゃおうかな、もうダメです時間などは FC 琉球のホームページをチェックしてください、はい、あとは小ざいぞもぜひチェックしてね、FC 琉球頑張れ、頑張ってね。